バート・ローテンフェルでは、ドイツ連邦共和国にーダーザク先週、オスナブリュック軍南部の町村である。バート・ローテンフェルでは、トイトブルクの森の南数キロメートル、オストベストファーレントの移行部にあたり、ビーレフェルト、ミュンスター、オスナブリュックの都市トライアングルの中に位置している。町内の最高地点は、西の町橋上にあるクライナーベルクである。バート・ロテンフェルデには、アシェンドルフと、 シュトラングガゾックス。バート・ローテンフェルでは、西は、バート・ラー・エル、北は、ヒルター・アム・トイトブルガー・バルト、東は、ディッセン・アム・トイトブルガー・バルト、南は、ノルト・ライン・ウェスト・ファーレン州、ギュータースローグンのフェルス・モルト市と境を接している。バート・ローテンフェルでの、クア・パーク。奥の茶色い壁が、休止浄化装置、クア・ガーデンの休止を、 泉源前の記念碑には1724年9月22日にこの町の名前が書かれている。これが町の創設というわけではない。源泉の発見からこの町は、聖塩所、入植地、農業が発展し、田舎町が形成され、最終的に温泉町が形成された。源泉はオスナブリュックの死教領主、エルンスト・アウグスト2世の養成により、 クリスティアン・メルカーが発見した。1725年から1726年までに最初の声援小屋が建設され、声援が始まった。旧市場化装置は1773年から1774年に声援監督官リッティヒの指導下で建設され、創業を開始した。クアミッテルハウス・ローテンフェルでは1811年にフランスの支配下に置かれ、 この時代にシオイズムによる療養効果が初めて証明された。新市場化装置は声援監督シュレンマッハの監督下で1818 18年から1822年に建設された。町の住民たちは1852年にバーデハウス AG を組織し、合わせて15の浴槽を持つ複数の公衆浴場を建設した。 最初のクアコンサートは1860年に9つのボヘミア音楽団によって開催された。ローテンフェルダー・ゾルバート・ザリーネン・ A.G. が1872年にハイン・リヒ・シュヒターマン、アルベルト・ローマン、フリード・リヒ・ヒ・ホー・ビンケル、およびその他の商人たちによって設立された。この会社はプロイセンから声援書を譲り受け、クアガーデンを整備した。 ローテンフェルデのファミーリエン学校は1891年に設立され、1897年からは私立学校として運営された。1894年に新しい源泉が掘られた。1905年にこの町にバートの称号が認可され、1909年にバートウントクアミッテルハウスがオープンした。 鉱山労働者組合のサナトリウムビトマンス法府が1918年に建設され、1926年にバイトマンス泉が掘られた。ビテキンと泉のボーリングは1930年から1931年に行われた。ゾーレフライが1933年に建設され、1934年から1935年にクアハウスがさらに増改築された。 ローテンフェルダー私立学校は当局の命令によって1940年に閉校となった。この町は戦争中破壊を免れた。戦争終了時、この町には10の野戦病院があり、約800人の負傷者がいた。第二次世界大戦後、1950年のイギリスによる占領後に温泉業は再び創業を始めた。1950年代に、 初めての大規模な住宅地、ヘルフェルナー永種が設けられた。それまで農業に利用されていたハノーファー、修道院基金の土地は永代借地として不動産開発に貸し出された。ここにガーデンシティという新たな種類の住宅地を開発することが決まった。敷地は比較的広く分割され、広い前提を設けることで価値を高めている。これは本来の植物と 相まって、住宅地の緑化をもたらす。州の住宅省令に基づいて、ここに建設された最初の住宅は、ノームチェラクターの様式で建設され、それまで温泉建築によって形成されていた町の景観に変化をもたらした。時代とともに、他の住宅地に対する需要が高まり、この町の典型的な建築様式が失われ、テラスハウスの建設計画が増加した。 1965年にバート・ローテンフェルでは終始定の役党となった。声援所は1969年に経済的な理由で閉鎖された。温泉は公営化され、クア・フェア・バルトゥング・ GMBH が設立された。経営母体は町と軍であり、それまで企業経営だったすべての温泉施設を引き継いだ。クアハウス、新市場化装置のあるクアパーク、 ブルンネン広場は1971年から1973年に拡張され、刷新された。クアミッテルハウス裏のザリーネン豊富にあった煙突は1972年に解体された。大火の後クアハウスは修復され、拡張された。公衆浴場前の道路が廃止された後、温泉施設の改造がなされた。1983年に町が クアフェア・ワルトゥング・ GMBH の単独経営者となり、ゾーレフライは大規模な刷新がなされた後、同じ年に再度営業を始めた。ドクトル・バウアー郷土博物館は1986年に財団法人として町から引き継がれた。ザルツグロッテ旧市場化装置は1989年に一部が倒壊し、その後完全に解体された。 その後継となる建物には173万ユーロが費やされた。新たに建設された旧市場化装置は1996年に完成した。クアハウスとクアシュポルツハレーは1997年に民営化された。新市場化装置前のバラ園は1999年に整備された。新市場化装置の改修は3つの後期に分けて2002年に着手され、 2004年に完了した。ザルツグロッテが2005年にクアミッテルハウス内にオープンした。同じ年に町は温泉業100周年を祝った。ハレンゾーレベレンバートは2010年末に閉鎖され、2011年に解体された。新しいテルメは2013年7月にオープンした。ここには、計800平方メートルの屋内、屋外浴槽の他に、 多くのサウナ室も備えられている。1974年4月1日に、バート・ローテンフェルデとディッセンシットの間で、人口約600人の地域を編入し、約100人強の地域を分離する、長域交換が行われた。古い地名は、1512年ローデンフェルダ、1723年、ロフェルダ、1724年ローデンフェルダ、1772年、17 ローテンフェルダ、1811年ロスンフェルダ、1821年、ローテンフェルダ、1905年バットロスンフェルダ。ローテンフェルでは、低地ドイツ語で、赤い土地を意味し、土壌の色に由来する。以下の表は、各時点での長域における各年12月31日時点の人口を示している。数値は、1987年5月25日の、 人口調査結果に基づくニーダーザク選週統計及びコミュニケーション技術局の研究結果である。1961年と1970年の数値は1972年7月1日に合併したレムゼーデを含めた人口調査の結果である。バート・ローテンフェルでの長議会は20議席からなる。これに投票権を持つ議長として町長が加わる。 バート・ローテンフェルデの町長,長は、クラウスレイケンパーである。彼は2014年5月25日の町長,長選挙で64.1%の票を獲得して町長,長に当選した。対立候補のマルコ内前の得票率は35.9%であった。この選挙の投票率は56.2%であった。レイケンパーは2014年11月1日に町長,長に就任した。 紋章、バート・ローテンフェルデの紋章には、市場化装置の幹壁とその上に、オスナブリックの輪が描かれている旗。この町の旗は、白地と赤地で、市場化装置の幹壁とその上に、オスナブリックの輪が描かれている。コンチェルト・ガルテン市場化装置場の風車この町には、二つの市場化装置を持つ広さ約18ヘクタールのクアパークがある。177 17年に、 最初の市場化装置が建設された。1824年に長さ412メートルの2期目が設けられた。この市場化装置には側面の支柱がない。これは西欧で最大の支柱のない市場化装置である。2008年に新市場化装置に風車が再現された。この風車はかつて声援のために市場化装置のポンプの役割を果たしていた。 バラ園1999年から約3000本のバラを持つバラ園もある。祭りバートローテンフェルデでは2007年から2年に一度ビエンナーレリヒトジヒトが開催される。このイベントではライトアーティストは新旧市場化装置の長い壁を利用するが噴水なども照明インスタレーションのスクリーンに使われる。バートローテンフェルデの住民は GFK ドイツの購買力インデックスによれば平均以上の購買力を有している。バート・ローテンフェルデは近隣への通勤者や年配者に人気で裕福な住宅地となっている。バート・ローテンフェルデには別荘地を有する住宅地といくつかの老人施設がある。バート・ローテンフェルデには地域を超えて重要な病院が多くある。2002年には 約1080人の病院職員と、約125人の医師、約20人の学位を有する心理学者がいた。シュヒターマン病院ドクトル、オルク力眼科病院が入居する旧エヴァーステイ、バート・ローテンフェルデには2000年4月から、フィットネス、サウナ、物理療法の受診が可能ないつつ、性キャンプ場、キャンポテルがある。バート・ローテンフェルデは、ニーダーザクセンリング経由で、 連邦アウトバーン A33 号線のディッセン、バート・ローテンフェルデインターチェンジに至り、これにより、広域道路網に接続している。ディッセン・バート・ローテンフェルデ駅は、鉄道オスナブリュックビーレフェルト線の駅であり、1時間間隔で、レギュオナルバーン、ハラービレムが運行している。近郊旅客鉄道は、ノルトベストバーンによって、タレントの機動車を用いて、 最高時速時速1 2 0 k m r で運行している。近郊旅客道路交通は、オスナブリュック行き、ミュンスター行き、バート・イーブルク行き、さらに2008年8月21日からは、フェルスモルト行きの地方バスが担っている。バート・ローテンフェルでからオスナブリュックへの定期路線バスには2つのルートがある。1つは、バート・ラーエル及びバート・イーブルク経由。 もう一つはディッセン及びヒルターを経由する。さらにバート・ローテンフェルデ・ザブとディッセン・バート・ローテンフェルデ駅との間のバス路線もある。バス及び列車の利用にはバスプラス運賃が適用される。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。